はい、わすわす、こんにちは、工夫教授でございます。今日はですね、なんかね、謎のアベンジャーズスクールっていうね、学校がね、始まったらいいんですけど、ちょっとね、もうやっつけすぎてね、神の手っていうのも、ちょっとこう、工夫の壁をご覧ください。うえっ、はい、夫婦の戦略じゃないんですよ。これね、さっきあるし。これもう、なんだです。アベンジャーズスクールです。安倍晋三なんです。やべんじゃねえかっていうね、今、情勢になってますから。アベンジャーズスクール！ピコピコピコン。ピコン。今ね、ちょっと100万円クイズハンターを彷彿させるね、BGM 流したの分かりましたかね。今日は、独自メディアですよ。ろくなもんじゃねえみたいな感じになって、ね、死にたいくらいに憧れた花の、都大東京みたいなとこ来ちゃったら、もうコロナ映っちゃって、もう大変だみたいな。独自メディアを作ってみようっていう、ね、音楽流した方が楽しそうですね。先回りすべしはね、さっきやったやつですね。まあこれちょっと大事かもしれないですけど、独自メディアを作ってみようっていうことで、まあこうやってね、この今回のセミナーもね、独自メディアと、メディアのね、材料の一つといえるコンテンツですね。コンテンツ、これ羊関係ないんじゃないかっていうね。こいつ誰だっていう、あれなんですけど。このおじさんもアベンジャーズの人らしいですよ。コンテンツをね、取りだめてこうとかね。コンテンツをね、作るね。意識なんですよね。これは、まあ、ディレクションっていうか、ディレクターというかね、ディレクション。で、人とか使う場合はプロデュースみたいなんですけど。まあ、こういう感じでね。なんとか受けてた。まあね、参加者がね、いるかいないかが、もうちょっともはやわからないというね、感じになってますけど。まあね、一人べしゃり、まあいつもね、工夫教授、YouTube やってますから、別に誰が見に来ようとね、見に来なかろうと、関係ないんですけど、まずこれ、やってんのかやってねえのかっていうのがわかんないんでね、ちょっとね、N沢、さんがね、アベンジャーズの一人、N 沢さんっていう人がいるんですよ。その人が来てくれないとね、わからないんでね、ちょっとね、変なんですよ、メモがっていう。でもね、人が来てないからって、そういうふざけてっちゃダメなんですよ。これはもう放送大学みたいな感じでね。後々もこう YouTube アップされますんで、ちゃんと授業としてやらなくちゃいけないんですよ。まあ今ね、コロナウイルスで、お家から出ちゃいけない、外出ちゃいけない、人に会っちゃいけない。ね、もう困っちゃうよねって感じで困っちゃうねみたいになっちゃいますよね。まあそんな感じの時に何をやるかっつったら、やっぱりこれはインターネットビジネスでしょうねっていう話なんですよ。インターネットだったら感染しませんからね。外に出て移っちゃったらもうね、その3密みたいなやつね。もうどっちかっつったら食べたいのは3密、見たいのは断密みたいになってますけど。それはいいとして。まあ、家でシコシココツコツやるのであるならば、インターネットを駆使するべきでしょ。これ独自メディアでしょ。ビジネス今できなかったですよね。経済回ってないみたいな。だからこそ今インターネットでどういうねビジネスするかで、ビジネスでもインターネットビジネスうさんくせのばっかなんで、うさんくさくなくて楽しいやつ、まあそれは YouTuber みたいなもんですけど、まあそれ独自メディアなんですよ。自分でメディアを作っていこうぜって話ですよ。で、いろんなもの発信したりとかして、みんなと繋がっていこうっていう話ですね。まずお金のことは気にしないでいいわけですよ。やりたいことやっていきましょう。まあね、今やりたいことって、その、やっちゃダメでやりたいことありますよ。なんか、みんなで集会、ね、人で集まろうとかそういうの。こう、情報の発信はもう自由ですから。
ね、暗いことばっかり言っちゃダメですよ。私クフもね、もう一番暗いニュースはもう剣士村の死亡ですけど、まあね、そこばっか下向いてね歩いたのね、あの10円ぐらいしか拾えないんで、やっぱ上を向きたいですよね。こういう感じで、あの自衛隊のポスターにしていいですよ、これ、この写真。まあそういう感じでどんどんやっていきたいんですよ。で、やっぱビジネスってね、昔はね、あれだったんですよ。お金ないとできなかったんですよ。なんでかというと土地がないとできなかったし、建物ないとできなかったし、みたいなね。商品開発しなくちゃいけないし、営業前問わなくちゃいけないし、みたいな感じですげえ大変なわけですよ。今だったら、それ全部インターネットの中だったら、ほぼね、お金かけなくてもできるわけですよ。ということは子供でできちゃうんですね。なんか来てない。誰も来ない。ですかね、こんなに羊がね独壇場でやっちゃってっていうのが独自メディアなんですよ。独自のメディアなんで、こうやって発信できるんでね。でこれでうわー羊出っせくっせー参加者ゼロじゃねえかごめんってなってもですね、クッフー教授は独自メディアがありますからねでそこで出したりとかすると後々見てくれますんで、別にこれね0人結果ゼロかどうかはまだわからない羊かなみたいな感じだったんですね。まあそういう感じなんですよ。だからもう今ね、もうすっごいできるんですよ。昔はね、そういう文章とかね、ブログみたいなのばかりだったんですけど、今やっぱこうやってね、動画のね、YouTube ちゃんがありますから。YouTube ちゃん、ただで上がりますからね。全世界の人は見ますからね、これ。もうね、こんなにチャンスはないし、別に家にいても、独自メディアのね、力があればですね、みんな繋がってるし、例えばですよ、YouTube。あれ別に物売らなくてもお金になるわけですよ。自分のね、このメディア力があれば。メディア力があれば、なるわけです。で、YouTube の、まぁ、ちょっと簡単に言いますね。お金もらえる、収益化ってやつです。収益化っていうのはですね、チャンネル登録者が1000人以上。そして、視聴時間がですね、365日以内に4000時間。これが達成されてはですね、あなたがもし YouTube のメディアを自分で作っていて動画をこうやって上げました。で広告が出るわけですよ。ね、ちょっと他人の動画見てるとうぜってなる広告。出て、あれ見られたり、クリックされたり、クリックされて、またそこで商品買われたりしたらですね、もうお金ゲット。でチャンネル登録にかかるお金って何かって言ったら0円なわけじゃないですか。1000人の人が、あ、羊ちゃんのチャンネルに登録しよう。でしてくれればですね、もう1000人達成なわけですよ。で、あとは、いろんなこういうコンテンツを出してですね、時間をやると。あれありますよね、YouTube、YouTube 大学、中田敦彦。あれこういう講義関係じゃないですか。誰もやっぱ講義だから見ちゃうわけですね。で30分とか見るから、だからもうこう、再生時間どんどん上がっていくから評価高いみたいなね。今ね、再生時間なんですよ。再生回数じゃないんですよ。いっぱい見てもらえるような動画、長い時間視聴してもらえるような動画を上げてる YouTuber というか、チャンネルがですね、まあ Google というか YouTube から、高い評価を得るわけですよ。モンドセレクションよりも価値があります。まあね、モンドセレクションなんてね、ベルギーかどっかあったんですけども、あれね、日本人しかいなくてね、日本人がね、並んでもらってるんですよね。もうね、そんなモンドル打っちゃう感じですよね。もうモンゴリアンチョップも暮らしちゃう感じで、もう天山広志だったらね、もう、ヘッドバットで落っこってく感じですよね。まあ、あとね、まだ、なんか、ありましたけど、技がちょっと忘れしましたけどね。まあ、そんな感じで、今日11時40分まで、これやらなきゃいけないんで、これあと30分あるんですよね。これセミナーで参加型なんで、誰かが来てくれると対話型みたいになるんですよ。で対話型みたいになったらですね、いろんなお話できるわけじゃないですか。でもね、一人しかいないからね、もう一人べしゃりで40分とか大変なんですよね。もう今、もう完全にドリフの音楽とかただ流したい羊なんですよね。質問はないですよね。てかもうそもそもこの時代ですから自分でメディア作った方がいいっすよ。そんななんか羊に言われないでも。
持ってたらいいですよ。で、まあ大体基本的には YouTube、Twitter、ブログ。で、まあ SNS も絡めんだったら Facebook とか。ね。やってください。LINE、LINE もまあ、まあ、LINE は使えないねような気がするけど。まあインスタとかもありますけどね。まあでもやっぱ Twitter、YouTube 連動でね。だいぶいけると思います。あとはなんかこう拾ってくんだったらなんかチックタックみたいなのですよね。 TikTok みたいな、あれもやるといいかもしれません。工夫、まあ、ちょっとね初歩的すぎるんでね、ちょっと暇だからあのまさきとないの電話しましょうか。なんかチミチミみたいな感じで、あ仕事してんすかねあいつか。まあいいか。まあね、まさき戸田じゃなくてもね、外に出れないけど。でもまさき戸田はね、多分緊急事態宣言とか無視すると思うんですよね。でね、家とか外出てね、怒られる系だと思うんですよ。クッフーはね、もう常に家にいますからね。守り神って言われてますから、家の。だから、あのコロナウイルスは大丈夫。対策万全なんですよ。まあね、まさき戸田の例で、まあ、YouTuber ですよね。もう何も有名でもない、人間がね、どうやって、こう、上げていくかって大変なんですよ。1万回再生とかね、やるの大変なんですよ。でもね、まさき戸田もすでにね、最高2万回みたいなのあるんですよ。で、ね、すっごいみんなディスられてるんですよね。っていう感じで。でもね、ディスられるっていうのは有名勢ですからね。もうそうなったら成功者みたいなもんなんですよ。いつの間にかね、さっきね、チェックしたんですけどね、まさき戸田のね、チャンネル登録者数だいぶ増えてきてますからね、だいぶ1000人に近づいてきてるんですよ。だからね、やっぱりね、継続は力なりっていうね、続けてやるとね、いいことあるんですよ。まあそういういいこともありますし、まあとにかく今みんな家にいるからね、YouTube 見る率高いですよ。ってなったらね、なんかやった方がいいですよ、皆さん。皆さんもアベンジャーズスクールのね、先生側をやったっていいんですよ。奈良行くだけじゃなくて、だからこのクフク教授のこのなんですかね、この講座を受けていただいて独自メディアをねぜひチャレンジしていただきたいっていう、だからもう今日やってほしいですよ。もう明日やろうはバカやろうってね、やっとも言ってますからね。もうね、やっとできたでもいいんですよ。もうそれをコツコツやることです。5月6日までは緊急事態宣言でね、あんまりなんかもう家とかね出るとね、なんか不謹慎って言われちゃったりねするんでね。まあそんな感じですよね。誰か来たかな。誰も来ないえおえっていうことで、ね、まずあの貼り付けたページがね、意味があんのかっていう。あ、なんか来ましたね。ちょっと N 沢さんがね、アベンジャーズの一人 N 沢さんが来てるかもしれない。ちょっとストップします。放送事故みたいになってますから、ね。その拙者が運転者。フリースタイルラップは死んじゃいねーみたいな感じでちょっと歌ってみて。なんか歌かね。うほほい。なんかね、これ招待 URL あるのに招待不明のショータイムみたいになっちゃってる可能性があるような今返事が来たんですよね。これ。まあね、なんでもないようなことがね、幸せだと思うって言ってたじゃないですか。まさに今そうですよね。これちょっと大丈夫なのかなっていう、やっぱこれ参加者、N 沢トレーナーのあれもうね、もうこういう目的でやりますよみたいになってるからね、すっごいいいんですけど。風景じゃね。お、なんかがね、なんか来ましたよ。これ。これ。
います？これいますか？いたりします？これ音が出ないですね。あれ聞こえますか？あ、できた。いますか？います。来ました。来ましたね。これゼロかと思ったらアベンジャーズの一人犬沢さんですよこれ。もうね、はい、このクッフー教授の講義はですね、セミナーですね、はい、人がいないとですね、はい、もう全然とっちらかってるんで。もうちょっと N 沢さんにね、いろいろ意見質問とか突っ込んでいただいて、はい、みんなの役に立つね、はい、コンテンツになるかならないかは N 沢さん次第ですかね、これ。頑張ってください。はい、わかりました。僕次第ですね。はい、まあ、今回は独自メディアを作ってみようってことで、まあ、こんな時代ですから、こんな言いたいことも言えない、ね、やりたいこともやれない、こんな世の中じゃポイズンですから、せめて家の中ではやりたいことやってこいよっていう。ああ、なるほどね。わかります？はい、わかった。家の中で今わかってますか？自宅だからこそできる。そうです。自宅だったら誰も聞かれないですからね。言いたいこと言っていいですよね。そうなんです。言いたいこと言っていいし、やりたいこともやっていいんですよ。そうですね、確かに。でもデリヘルだけ呼んじゃダメですよ。ね、ダメなんですか？あの外からあの感染源を入れることになるんで、ね。あ、まあ、確かに。それ以外だったら、それ以外だったら家の中だったら大丈夫です。そこありますね。じゃあ、N 沢さんに聞きますけど、はい、独自メディアって何ですか？あの具体的に例えば YouTube とかあるじゃないですか。媒体ってことですか？そう、その他に何があるかな。ブログ。ブログはい、他あと Facebook。 Facebook ドラえもんみたいになったんですよ。ん？ドラえもんみたいになったんですよ。ドラえもんじゃないですよ。ウフエモン。あとツイッターですね。ツイッター、インスタ。ツイッター。なんかインスタは、それぞれ怒り、怒りの工夫。画面暗くなりました？ん？画面暗いですか？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。全然、なんかネット環境いいっすね。今日調子いいですね。まあね、一説によると下のお店のインターネットを使っているという噂もなくはないですけど、それはちょっと工夫にしておきましょう。そんな裏技があるんです。そんな裏技があったらいいよなっていう夢を見ました。そうですね、メディアって言ったら、まあ、そういう感じですよ。で、そういうのをいっぱい使ってですね、うん、簡単に言うとですよ、うん、今この世の中、うん、自分でテレビ局が持てるぐらいな気持ちになっていいってことです、うん、なるほど。だもう自分、パーソナリティになる。もう自分の家にフジテレビがあるみたいな。ああ。テレがあるみたいな。プロデューサー。プライベートテレビ局、まあ、過去メディアですよね。モテる時代が来ちゃってる。しかもそれがほぼ0円でっていうことですよ。うん。確かに。なのに、やったもん勝ちです。なのにやらないのは、ちょっと痛いかなっていう感じで。痛い気の諸君。確かに。はい。やったばい。どれが一番いいんですか？あ、どれが一番いいか。教授のおすすめ。まあ、まず絶対 YouTube は絶対やったほうがいいですね。ああ、外せない、まあ、さっきもちょっと話したんですけど、はい、あのお金がもらえる仕組みがもうちゃんとしてますんで、まあまあ確かにそうですね。あの目標もこう決めて頑張りやすいんですよね。うんうん、でしかもここでお仲間が集まって、じゃお仲間ここで1000人集まるするじゃないですか。ええ、みんなでチャンネル登録応援し合おうってやったら、もう条件1はクリアですからね。そうですね、確かに。
クリアの羊ですか。しかもお金だけじゃなくて仲間も手に入るっていう。仲間も手に入る。今の時代何が大事か知ってますね、エンゾさん。これ。つながりです。仲間ですよ、つながりですよ。でもね、変なやつとね、つながらないように気をつけてくださいね。まあ、確かにそうですね。まあ、もはやね、そこはあれですね。その変なやつっていうのの、まあ、つながらないためにはどうしたらいいかみたいなのも やってほしいですね。あ、変なやつにつながらないために。それはね、人脈わらしべ講座でやろうかなってことですね。おお、いいですね。いいリクエストしてますね。ええ、ちょっと。ええ、ありがとうございます。ちょっと匂いかけますかわいいっすね。遠隔だったんで匂いかけなかった。やっぱね、獣なんでね、匂い嗅ぎたくなるんですよ。まあまあ、本能的な。犬だけじゃないんですよ、クン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 したいのは。羊だってしたいんですか。まあ、そういう感じで。はい。まあ、お金だけじゃなくて、お金以外でも資産っていうのいっぱいありますから。お金っていうのはその何かの価値をお金に変えるだけなので、その価値の源泉をいっぱい作っとけばいいわけですよ、家出れなければね。うん、それはさっき その仲間作りもそうかもしれませんし、こういうメディア作りもそうかもしれませんし、で自分の肉体もそうですか。そうそう、N沢さんが朝やってましたけど、体のね、健康な体を作ってるっていうのもできるわけですから。だからお金が稼げないからってめげる必要はみんなないんだよ。わかる。うん。で、やまない、雨がない、朝が来ないってこともないみたいな、なんかありますけど、ちょっと言葉忘れましたけど、まあ、そういうのと同じで、この緊急事態だっていずれ終わりますから。まあ、そうですね。その時に、ね、何も用意してない、アリとキリギリスのキリギリスみたいなやつと、うん、コツコツやってきたアリちゃんみたいのだったら、うん。どっ血がその後楽しいかっていう。そうですね。そう。すごい見てますね。もうアリですね、完全に。それはアリかナシかで言ったら今ナシでしたけどね。アリですね。アリですか。ええ。モハメドですか。モハメド。モハメド、モハメドホース。モハメドはアリじゃないんですよ。蝶のように待って蜂のように刺すんですよ。ああ、確かに。進化します。あれアリと蝶と蜂が出てくるんですよね。っていうお話がモハメドアリっていうお話なんですよ。よいこの職分かったかな。モハメドアリの話。出てきてる、まあ出てきて、確かに出てきてるんですね。アリと蝶と蜂が出てくるお話なんですよ。よいこの諸君それはモハメド。よいこの諸君。モカメドアリ。今、モカメドになっちゃう。モカメドアリ。モカメドアリ。ええ。感じですよ。はい。で、だまあね、まずはね、YouTube をやるために何が必要か、N 沢君分かるかな。チャンネルですか。チャンネルを作るために必要なものは何かな。コンテンツ。まあ、コンテンツは必要なんですけど、その前にチャンネルを作るのに必要なの。え ?Gmail でしょ、これGmail がないとできないんだよ、YouTube は。そうですね。そうなんだよ。ええ。だから Gmail をまず手に入れてください。まあ、そうですね。その1。じゃあ Gmail、どうやったら、どこで買えるかな、はい、Gmail。Gmail を始めるにはどうしたらいいかな始めるには、Google ですね。Google。パソコンで Google あるよね、みんな。Yahoo に行っちゃうの。Google の方に行ってください。で、はい、で Google で、どうぞ。Yahoo ダメなんですか ?Yahoo に行くと Yahoo メールになっちゃうんだね。うん、そうですね。Yahoo メールじゃねえ、みんな。よいこの諸君!YouTuber 作れないからね。ヤフーメールだ。ちなみにクフ教授が、クフ教授が一番使ってるのはヤフーメールです。だけど、よいこの諸君ヤフーメールでは
YouTube のアカウントが作れません。あら。あ、じゃあ Gmail に行ってどうするのかな。Gmail に行って、え、あれですよ。申請するんじゃないですか。あ、わかった。え、アカウント作れます。アカウントどうやって作るのだね。それ Gmail に行って、アカウントくださいって言えばいいんですか。Gmail に行って、そうですよ。新規作成するんですよ。Gmail ってね、まず検索してください。そうしたらね、作成みたいなの出るんで、ええ。そうしたらそれに従って、ちみちみたちの好きなメールアドレスみたいな名前を決めるんですよ。で、そうしたらなんかね、はい、携帯電話とか聞かれたりもするんで、そしたら、うん、良い子の諸君は、あの、お父さんお母さんに相談しながら、はい。作ってみてください。でもね、もしかしたら良い子の諸君がね作ろうとするとね結構制限があるかもしれませんからね。あ、そうなんですか。そうです。 N 沢さんみたいにね二十歳を超えた悪い子の諸君の場合はあのねすぐ作れるんですよ。良い子の諸君はねちょっとあのいろんなね見ちゃいけないものとかねいろいろなんか制限があるから、あ、もしかしたらねちょっと難しかったりするかもしれないけどね。この前ねあのある知り合いのねマジシャンがいるんですけど、はい、マジシャンの、ね、息子の8歳の顧問やってましたんで。やってましたね。できることは絶対できるはずなんで。良い子の諸君は、うんうん、あのお父さんお母さんとね相談してねやってください。ええ、でまあ G メール作ったら今度 YouTube に行くわけですよ。はい。そしたらアカウント作成みたいなのがあるんで、はい、でそこで G メールを入れて連動させてください。なるほど。そうするともうちみちみのねあの良い子の諸君 の、 あのアカウントとか住所っていうかお家みたいなのもらえるんですよ。 YouTube のチャンネルっていうのが。なるほど。そうしたらもう簡単なんですよ、はい、スマホで動画とか撮ってこうやってねアップロードみたいなボタンを押せば、はい、もう全世界にちみちみたちのコンテンツがですねもうね広がっていくっていう、うん、まあ、コロナウイルスとちみたちのコンテンツのどっちが先に広がるかっていう話です。なるほど。感染力の強さですね。感染力の強さでもうやるわけですよ。もう教授だったらもう左腕でもうラリアットかましてウィーっていう感じですよ。それ何とかわかります。それ今コンテンツってのは商品っていう意味でいいんですか。まあ商品だと思ってください。わかりました。今の、ね、スタンハーセンにゲロ無視されたのはもうがっかりですよ、ね、がっかりのがっかりのクルコーラルボンバーだけじゃないんですよ。スタンラリアットもあるんですよ、ええ、聞き出し方法ですからね。ハーセンとハルク・ホーガンを足して2で割ってますからね。ってことで YouTube を手に入れたら動画をまずね上げてねあのアップをいっぱいしてみてください。はい、ね、まあいろんな面白い企画とかそういうのは、はい、あのヒカキンとかねそういうヒカルとか、うん、はじめ社長とか、うん、まあ、他にもいっぱいいますんで、はい、それを参考にね、良い子の諸君でもこんなことやったら面白いかなみたいなこととか、うん、夢を語ってみたりとかね、うん、まあ、何でもいいですよ、まずは、うん、まずはね、うん、30個ぐらいやってみないと分かんないから。30個ぐらいはね、気にしないでやってみてください。はい、このね、クフク教授のクフクフ大学っていうのもあるんですけど。あ、そうなんですよ。初めの30個か50個ぐらいはもうとんでもなく全然あの結果出なかった。うん、で途中で北九州の監禁事件 の、 あのニュース読んだらちょっと気分が悪くなっちゃったので、ね、あのいろいろ紆余曲折を経て今このクフフ教授ますから、みんなもなるべく体調には気をつけながらね、あの朝とかトレーニングをちゃんとしながらでトレーニングして気持ちよくなってから企画考えるとかね、うん、頭すっきりした状態ってことですね。心と頭、それが準備されてるのが、準備されてる学校があるんですよ、N沢くん。そうなんですか。それ、学校名、言えるかな、君は。いや、ちょっと、わかんないですね。アベンジャーズスクールでしょ、これねえ。え、君が朝、講師、担当してますよね、君。ええ。お願いしますよ。そうですね。担当させてもらってます。この宣伝力をちゃんとつけてほしいところですよね。ええ。まだね、参加者が、羊と狼しかいない学校ですからね。
ね、それぐらいがちょうどいいんじゃないですか。ちょうどいいのかなこれ。ちょうどいいと思いますか。野生動物に愛されてるっていう。動物保護団体からは感謝状は来るとは思ってますよ。それは。まあね、ぬいぐるみですけど、ね、そこはね狙わないであの来ると思います。ええ、はい。そうなんですね。私はよく考えてみたら動物じゃなくてぬいぐるみだったんですよ。ぬいぐるみ協会もあるからね。ああ、じゃあそれも最近それ聞いてなかったですね。日本ぬいぐるみ協会から私とウルフ君は派遣されてますから。はい。その元はどうは誰なんですか。あのフリーなところフリーなところちょっとそれ以上言います、ええ、まあフリーなところだと思ってもらっていいですか。ええ、ちょっと子供たちが失われたりとかするんで、それ以上言えない。危ないやつです。そうそう、ええ、失われた十種族の一族ですかね私。失われた十種族してます。失われた十種族、種族ですか。十種族です。死です。わかんないです。ユダヤ人たちはいるんですよ。十種族が。ユダヤ人として十種族。十種族いて、そいつらがチリチリバラバラになったわけですよ、世界で。で、日本人もその一つの族の子孫なんじゃねえかっていう都市伝説があるわけですよ。あー。その人たちがハタさんとか言われてるってことですね。ハタさんってじゃあハタさんって名字さんすごいですか。ハタさんはユダヤ人のことじゃねえのかっていう都市伝説があるんですよ。ええ、大分に行った時ハタさんって人いましたよ。3人ぐらい。真の始皇帝の真ってあのハタさんのハタじゃないですか。あのキングダムあれですか。あの真っていう国があるじゃないですか。真の真の始皇帝の真です。あれ、ハタさんのハタの字じゃないですか。ああ、確かに、そうですね。あれもユダヤ人じゃねえのかっていう都市伝説があるんですよね。まあ、こういう感じでやると、今もうコンテンツみたいになった、なりましたね、これ。ああ、まあそうですね。そういう感じで自分のね、興味のあるこういうお話をしてきたりとか、なんかやってっても、コンテンツになります。さすがですね。今ちょっと横目地にそれて羊またなんか本題からそれて、ああまたとっちらかしたなって思いましたよね今これ。だけど今のはいい一例を出した羊だったんですね。まあそうですね、興味惹かれましたからね。だからまあそういう感じでね、都市伝説とかも結構コンテンツいっぱい出してお金を大儲けしてくれる ね、顔の長いやつとかいるんですよ。顔ないやつ。はい、こんにちは。みたいな。羊マンだ。みたいな言ってるやつ。まあ、ちょっとそれじゃいないですけど。それ、やっちゃいけないやつなんですか、それ以上。あと、来ちゃったよねっていう人もね、最近 YouTube やってるんですよね。ゾルタクスゼイヤンみたいな。SSP 系ですか。やばいでしょ。いやこれはもうあれですよ、都市伝説オブ都市伝説、クフアキオですよ、これ。あいつ、あれなんですよ、YouTube やり始めたりしてます。あ、そうなんですか。そうなんですよ、あいつ。関さんですか。あ、それはちょっと言えないですけど、クフアキオです。そうです。でもちょっと前じゃないですか。やばいよね。新時代の幕開けだよねっていう。今、コロナのここのところで、やりすぎやらないといつやるのって話なのにやらないですかね、あれ、うん、春の改編の時やらないですか、ね、もうやったのかな。え、これやってますか。どうなんだろう、知らない。あれ、春の番組改編があったはずなんですか。ねえ、何見てるんですか。いや、なんかよくわかんないんだけど再生されました。はい、じゃあエヌザートレーナーは今独自メディア何持ってるか言ってください。独自メディアは YouTube とブログと Facebook とインスタと Twitter です。全部持ってるやないけ。
持ってても使えるか使えない。全部持ってるやないかお前。あそれは、あの、死がいいからです。うっ。私の話ですか。はい。ちゃんと学ばせてもらってるんで。え、今、なんかあれですかね。もうちょっとこうしたいみたいなのあります？もうちょっとこうしたい。はい。もうちょっと、その、このメディアで結果出したいみたいな。ああ、そうですね。今は、それこそ今日始まったオンラインジムを伸ばしたいんですよね。なんかどういうふうにやったら一番それが効果的なのかっていうところで、どの媒体を使うのがいい。じゃあ次はそこでしょうね。なんかやっぱりその関心興味を引けるもの全部こっちからこう投稿したりとかするんですけど、どう引き継ぐ、まあ文章力なんですかね。文章力。結局は。いいところにお目をつけたみたいですね。ちょっと違います。いや、いいところにお目をつけましたね。あ、本当ですか。でそこ、死がいいんで、やっぱ。文章力はね、正解です、それ。あ、本当ですか。だけど、まあ、文章力もそうなんですけど、まあ、どっちかっていうとキャッチコピー力みたいな、ね、あ、まあ、文章力なんですけど、うーん、タイトル力なんですよね。タイトル力、タイトル力なんですよ。だから YouTube であれ結果出してくるのはどうやっていくかって、あの、ま、例えばまさきとかもそうなんですけど、あれタイトル力なんですよ、ね、うーん、サムネ力ですか。そう、タイトル、サムネと、まあ、サムネもそうだし、サムネとタイトル、タイトルの言葉なんですよ。うん。じゃあもうワードですよね。同じ内容やってても、あれワンピースネタバレって入れてなかったら誰も見てないですから。から要はその内容で釣れそうなタイトル、この美味しいツボみたいな。はいはい。あとにはこうツボにピンポイントに当たるか当たらないかみたいなのあるじゃないですか。うん。そこに当たるようなタイトルの言葉を使えるかどうかなんですよ。なるほどですね。まあね、それをね、じゃあ次回はちょっとね、ええ、テーマにやっていこうかなと思って、はじめね、一人でクフフが喋った時には、もう1分がすんげえ長かったんですけど、N 沢トレーナーが来たらもうあっという間に40分経っちゃったんで。あ。はい、じゃあ今日の一発目の授業はこれでおしまいでございます。ありがとうございます。楽しみにします。いつやるんですか。え、なんすか。次回いつやるんですか。次回はあと5分後ですかね。次回はまたお知らせすぐしますんでね、皆さん楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。